長崎西洋館長崎西洋館は長崎県長崎市川口町にある商業施設。所在地は長崎県長崎市川口町13-1。西洋館の3階に本部を置く長崎電気軌道の子会社である株式会社長電クリエイトが運営している。敷地はかつて1978年より長崎電気軌道が月決め駐車場として 営業を行っていたものである。1985年に長崎アーバンルネッサンス構想2001が策定され、浦上川沿いに高架道路が仮設されることに伴い、それまで国道沿いにあった線路を移設することになった。移設した線路が、車有地を分断する形になったため、月決め駐車場跡地を有効活用すべく計画された。 1990年11月30日より営業を行っている。建物は地上3階建てで地下2階という造りで建物内部を路面電車が通り抜けるトンネルになっている。建物内部を路面電車が通り抜ける構造は商業ビルとしては日本初のものになる。ココスなどの飲食店や輸入品を販売する店などが入っているほか各種イベントも開催される。 建物はその名の通り西洋風の外観となっており、クリスマスなど祭事には夜間に伝統でのイルミネーションが施されることがある。3階には本社にあった路面電車資料室を移転して、2010年4月30日に開設された長崎路面電車資料館がある。開館時間は11時から17時。入館料は無料。行われている各種イベントには、 長崎西洋館フリーマーケットやコンサートがあり、主に2階部分を占めるイベントホール及び特設会場にて開催される。2011年10月16日には全日本プロレスの興行も行われた。所在地は長崎原爆が落下した中心地に近接、国道206号沿いであるほか、南側には建物内を通り抜けている。 長崎電気機,機動原爆資料館電てが隣接している。ありがとうございます。